おう、いらっしゃい。どうなの最近。あれ今大阪だっけ？テレチャンピ。来た来た。何来た来たって。どういうこと？ リスナーが？リスナー来るよ。お前より人来るだろう。大阪で女できました。おめでとう。おめでとう。いいね。あれ？なんかパコってたやつ。おめでとうございます。若いんだから女作った方がいいよ。ハチはどつ？なんか BGM ないと違和感あるな。逆に。BGM ないと、ああ、音小せえな。ちょっと待って。都道府県に彼女作る。やめた方がいいよ。そんなことやってもね、幸せになれないよ。はい、ワードツー、いらっしゃい。そんなことやっても、性欲を処理するだけで幸せにはなれませんよ。絶対そうだと思う。それよりもね、一人のいい彼女を作った方がいいよ。幸せなんていらない？バカだね、若いね。人間は幸せになるために生まれてきたんだよ。若いね。かっこつけちゃって、幸せなんていらないとか。彼女は作ってもパコはしない。何それ？金でも引っ張るの？やめた方がいいよ。そういう幕、なん、色恋営業みたいな。もうパコらないのなんか彼女じゃないから。おはようございます。女は金、リスナーは金、男はいらない。ああ、いつかそれがあだとなるよ。いつかそれがあだとなるよ。テルチャンピオンが。男のファン大事にした方がいいよ。和道さん、こんなこと言ってどうかと思いますが、父が今年いっぱいの命なんですよ。あ、そうなんだ。なるほど。今年いっぱい。あー、あと4日ぐらいか。そばにいてあげなよ。放送見てないで。真面目とかじゃなくて、年取るとわかるんじゃん。いろいろ経験すると。本音だよ、本音。真面目かもしんねえな。わかんないけど。お父さんそばにいてあげなよ。その時間は戻ってこないよ。大切な人のそばにいてあげなさいよ。俺は生きてる限り放送やってるからいつでも見れるから。バカありがとう。また何かあったら言ってよ。命にはね、限りがあるからね。
ホスドラやめよっかな。なんか大コラボで結構幻滅したんだよな。9万ポイントさ貯めて1年間ゲームやったけど、なんか全然良くならない。ゲームシステムはいいんだけど、開発はいいんだけど、運営のなんか対応にもうだんだん腹立ってきたな。なんかゲームがいいのに運営でゲームがクソになるってこういうことを言うんだなっていう。ソシャゲってそういうのがある。普通は開発だけじゃん、開発と販売だけじゃん。ソシャゲの場合運営がクソだとダメだね。マジ星ドラはダメだわ。運営クソすぎるわ。パズドラとかモンストを見習ってほしいよ。大コラボで見切りつけようかな。ハグメタ錬金も全然来ないし、嘘え俺来てねえよ。え、いつ？え、マジで言ってる？1個、え、ちょっと待って、ガチャ始まってんの？え、嘘、新馬合流券ガチャ始まってんの？え、どういうこと、どういうこと、え、もう始まってんの？え、告知来てねえぞ俺。え、始まってんの？うわ、知らなかったわ。え、いつから、いつから。あー違うんだ、あれだ、俺あれだ、稲妻烈風山欲しかったからガチャ2回回してるから8万ジェムしかねえわ。うわ、来てる来てる。あ、本当だ。え、どうしよう、大の剣。え、どうなんだろう、ギガブレイク、危険ギガブレイク、バランのヒゲと首から出現。わ、来てるわ。え、どうなの、どうしよう、新馬合流券迷うな、ちょっと待って、今日か、来た来た来た。どうしよう、俺新馬合流券が一番好きなんだよ。どうなのスペック、どうなの。86,500 ジェムある。86,500 ジェム。うわ、分回すかな。え、分回すほどの性能なの、どうなの。あ、今ボーナス受け取ったから87,000あるね。87,700。え、どうなの、どうなの、ちょっと無料、え、無料で一回引けんだ。うわー、マジかマジか。危険ギガブレイク、ドラゴン、え、ドルオーラは、え、ちょっと待って、ドルオーラどこ行ったの。え、ドルオーラは攻撃力はいい。あー、でも星4にできないかんな俺。あー、確かに危険ギガブレイク20秒か、強っ。650のデイン属性攻撃か。え、どうなのこれ、微妙。攻撃丸、え、ドラゴニック、え、ちょっと待って、ドルオーラどこ行ったの。
竜の紋章。戦闘開始に攻撃、うわ強い。戦闘開始に攻撃力 40% 上げる。え、強っ。ちょっと待って、バランヘア強すぎるでしょ。え、バランヘアめっちゃ欲しい。ドラゴニックオーラ、ターン 7% で守備力40、呪文耐性 50%、 強っ。え、ちょっと待って、ドルオーラないの。え、ちょっと待って待って待って、ドルオーラは、え、なくないこれ。え、ちょっと待って待って待って、ドルオーラどこにあんの。どうなんだろう、微妙性の。どうしよう、超迷う超迷う。バランヘアも1個取った。超迷うな。相変わらずのあれでしょ、でもクソガチャでしょ。確率低い、確率の低いクソガチャでしょ。うわどうしよう、ドルゴーラないの。これどうなんだろう、紫、微妙じゃない。攻撃呪文 A 紫が、これ微妙じゃない。これ微妙すぎない。どうしよう。ただバランヘアはめっちゃ欲しいな。バランヘア欲しい。うわ超迷う。わどうしよう。竜頭器、バランの鎧杖も強えな。60連くらい、60連くらい。俺何連やできるんだ。無課金だから80、だから100連で、100連で何使うんだ、100連で3万ジェム使うんだっけ。だよね、100連で3万ジェムだよね。迷うな。とりあえず無料ガチャ引くわ。無料ガチャ1個引こう。提供割合どれくらい。あ、 0.5 なんだ。微妙。だったら天空装備引いた方がいいんじゃないの。1万8000で60か。どうしよう、とりあえずガチャ引くわ。とりあえず無料ガチャ引く。はい、クソ、外れ。はい、外れ。神魔合流剣、ぶっちゃけ見た目でしょ？使えるスペックじゃないよね。どう思う、ハッチ。使えるスペックじゃなくない？だったらもう、俺割り切って、ハグメタのためにアークブレイド取ろうかな。超迷う。もう本当に運営クソだよな。インフレさせないんだもん、このゲーム。ぶっちゃけな話さ、ソシャゲでインフレがないっていうことはさ、なんつうの、回す気失せるじゃん。インフレしていって、どん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 そのガチャ引きたくさせないとダメじゃね？ソシャゲは。パズドラそこがうまいんだよな。すぐには無理っていうかさ、これ最高スペックになったとしても、星4にしたとしても先ないでしょ。俺が今ね、ハグメタ星2かな。ハグメタ星2で、で、多分、その9万ジェムを全部ぶっ放したら、進化の玉、買ってで、なんとかなるかなと思ってたんだけど、うわぁ、これ引く気失せるわ。マジで引く気失せる。どうなのこれ実際。なくない？どう思った？ハッチ、神魔合流剣。使う？キングジョイントいらっしゃい。使うの？メイン装備で。使わないでしょ？もう完全見た目でしょ？ないわ。ガチャがね、引きたくならないんだよな。どうしよう。もう俺ぶっちゃけた話さ、頭以外は天空装備なんだよ。頭以外は
気長に育てて新馬合流券を。え、でもさ、このスペックでさ、メインでどうやって組むの？無理じゃない？ちょ待って、どうやって組むの？ギガブレイク、危険ギガブレイクはそんなでもないか。 22% の650。え、普通のギガブレイクってどれくらいだったっけ。装備見てみるわ。普通のギガブレイクがもうクソみてえな。ギガブレイクが 30% の520で、チャージタイム30引きでしょ。ああ、まあめちゃめちゃ強いじゃん、危険ギガブレイクは。危険ギガブレイクはまあいいな。どうしよう、これ超なんか微妙。ドラゴニックオーラがあると思ってたから、ドルオーラか、あのドルオーラを引きたかった、セットだと思ってたの。え、ドルオーラつけないの？じゃあどういうこと。650デイン属性20危険ギガブレイク S。 しかも単体攻撃だもんな。なんで敵は全体攻撃なのにさ、自分が使うときは単体攻撃なんだよな。意味わかんねえよ本当に。だったらまだアムドの方が強そうだよな。大の剣、大の方かな。別に大の剣嫌いじゃないけど、ぶっちゃけな話さ、ドラクエ好きから、あの大好きな人はさ、神魔合流剣一番好きじゃん。参ったな。うわ、引く気がねえ、どうしよう。だってこんなんさ、俺メラゾーマもドラゴラムも持ってないよ。こんなエイジュモンなんかバギクロスかベギラゴンしかないでしょ。なんだこれ、ルビスの光はつけられるか。なんだこれ、すげえ使い勝手悪くね。なんだこれ、大の剣、大の剣まで温存かな。これは引けないわ、これ引く気にならない、申し訳ないけど。ただ見た目欲しい、見た目に1個欲しいな。なんだこれ本当に、どう思う。なんかさ、俺ぶっちゃけた話さ、1年間大の大冒険のためだけにさ、ジェムを温存してきたわけじゃん。もう引かせてくれよって。もう1年間ガチャをほぼ回してないわけよ。回したのどれくらいかな、多分ね、トータル3万ジェムぐらいしか、無料の3万ジェム分しか回してないのよ。天空装備回そうかな。でも俺天空装備もう今更魅力ねえんだよな。天空の剣に思い入れないし。うわ、なんか微妙。ハッチは気に入ってんの？神魔合流剣。刀身？いや、刀身は微妙なの。なんか別にさ、なんかなんつうの、思い入れあるのでやりたいじゃん。刀身シリーズなんか知らねえよって感じだもん。何勝手に作ってんだよっていう。刀身は引く気ない。大天使剣とかもアークブレイドが欲しいだけで、なんか思い入れ全然ないもん。大天使シリーズなんか聞いたことねえよみたいな。気に入ってはないんだ。あ、バランス装備がっかりだわ。もうこれドルオーラがあったら 100% 引いてたのと思う。ドルオーラあったら引いてるよこれ。
特にバランヘアがいい。うわ、マジかこれ。がっかりだわ。がっかり。びっくりするわ。びっくりする。大の剣もこれダメだな。これ大コラボダメだわ。俺の中で結構終わってきた。俺の中で星ドラが終わろうとしてる。1年間費やしてきたけど。仕事くれる。あ、行ってらっしゃい。すまんすまん。行ってら。頑張って。マジか。なえたな。なえたな。はい、ワード2、プーチンいらっしゃい。あ、おはよう。おはようございます。おはよう。早くね、起きんの。もう起きてんの。それとも寝てなかった系、どっちだろう。寝てなかったのか、どっちだろうな。あー、そうなんだ。夜勤系か。夜勤なんだ。お風呂入ったり掃除したりしてた。はいはいはい。いわゆる水商売です。あー、なるほど。お疲れ様です。水商売大変ですよね。ボーイでも飲まないといけない時あるし、女の子の愚痴はきつい時あるし。昨日は焼肉屋で愚痴聞かされてました。アフターでね、なんか愚痴の伝染だよね。お客さんから女の子が愚痴もらって、女の子はボーイに愚痴って、ボーイは風俗嬢に愚痴って、風俗嬢はホストに愚痴って、ホストはそして最後にやむんだ。私はショーパブのウェイターしてるけど、女の子の愚痴ばかり聞くの疲れた。あー、まあ愚痴ってよくないよね。本当に本当に嫌い。自分の心に嘘をついてまで仕事をしたくないよね。
風俗はほとんど行かないんで、同業の友人に聞いてもらい。早起きっていうか寝てない感じですね、僕は。起きてる感じです、ずっと。ショーパブのウェイターってバニーなの？それともスーツなの？睡眠時間どれくらい？ああ、14時間ぐらいかな。平均睡眠時間。14時間寝ると調子がいいかな。それくらい寝ないとダメ、俺は。14時間だね。あ、のんたん、水曜日さ、あれだから、外出してくるわ、思ってくる。ゴミ出してきた。スーツなんだ。いや、あの睡眠障害持ってんだよね。なんかあの覚醒してるとね、なんか3時間ぐらいでずっとスーパーそう状態みたいな音。うつ状態になるとずっと寝てるね。まあいいや。今日これで放送終わりにして寝るわ。じゃあみんなお疲れい。14時間どころない。俺最高36時間、一回も起きないで。ずっと寝てたよ。24時間とか平気で寝れるね。寝て疲れるぐらいだもん。寝て2キロ痩せるぐらいだもん。逆に起きないね。じゃあみんなお疲れい。おやすみ。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。